まあでも正直どうでした、予選ラウンド、東京ラウンドっていうのは正直、うん、まあ普通にやりゃいけるなっていう感覚はどうでした。まあそうですね、まあありましたよね。ありましたけど、実際中国、まあ、全く情報ないチームだったんですね、うん、映像もほぼないし、うん、プレーボールかかります。僕のイメージでは大谷がもうバット当たんないだろうっていう感じだったんですよ、中国のバッター、うん、それぐらい圧倒して投げるだろうと思ったら意外とその合ってくるっていう、うん、そういう怖さとかもあって、で打線も、まあ、正直その村上が状態上がらない、うん、中国のそのピッチャーがどうだっていうんじゃなくて、まあ、そういうところでしっかりと多分コンタクトして状態上げてってくれるんだろうなっていうイメージで入ったんですけど、うんうん、なかなかそれもうまくいかないっていう、ね、うん、意外と中国戦って毎回苦戦するんだよね。ああ、そんなにバカバカ分かって勝たないんだよね。ああ、もうあの力的にはもう完全にそれはもう上で、うん、まあ、多分あのやられるということは現段階ではない、はいはい、けどやっぱゲーム運びとかこう気持ちよく次の試合に、これが次は韓国戦だったんで、まあ、最近な力落ちてきてるとはいえ、やっぱり日韓戦ってなるとやっぱりやつら気合入ってくるんで、はい、まあ、その前の中国戦っていうのはどうやって戦うかなみたいなところはあったとは思うんですけどね。でも蓋を開けてみればというか、まあ、僕はね、はい、僕の率直な感想ですよ。最初3点取られた時に、あ、ちょっと苦戦するかなと思ったけど、負けるとは思わなかったです。これ、なんでかったら、僕らが代表でやってる時のバリバリのエースが、あ、まだ投げるんだっていう感じですね。うん、キム・ガンヒョン。じゃメジャー行ってるかやったら、ダルビッシュみたいな。ダルビッシュも僕らの時から投げてるけど、ダルビッシュはメジャーでバリバリやってる。うんうん、でもキム・ガンヒョンは韓国のプロ野球で、うん、っていうところで、あ、ピッチャーがやっぱりいないんだなって考えたら、多分なんだかんだ、うん、で日韓戦というのはもう当然日本も気合入るんで、うん、でそうなるとある程度状態っていうのは上がってくるのかなっていうのがちょっと予測はしてたんで、うん、まあ、ここまで点数広がるとは正直思ってなかったけど、うん、でもまあ3点取られて、あ、焦らんかったら大丈夫やなってこと、もうすぐ追いついて追い越したんで、はい、まあ、もうこれでも負けることないなっていう、うん、でもやっぱ先制点取られると、はい、一応ベンチャーを一緒に打っていう感じにはなるんですよね。もう一塁側のベンチなんで、はい、あのレフトにあの打球が飛んでった時の何とも言えないそのそれは、いや本当に思考が停止しちゃうっていうか、そのぐらい、ね、はい、僕なんか本当に国際大会とか本当に未熟なので、もう本当にやっぱ先制点、ね、ダルビッシュ垂れるんだっていうね。うん、まあそう。でキム・ガンヒョンが立ち上がりが良かったんですよ。本当に良かったんですよ。ね、はい、ただやっぱ飛ばしすぎてんなっていうのはちょっとあったので、うん、まあやっぱり持たなかったですよね。年齢的にも多分あんなにリーグ戦でも多分さあそこまで飛ばして投げることないと思うので。うん、まあ、そこはちょっとまあチャンスはあるかなとは思いましたけど、でもやっぱ3点はうんと思いますよね。しかもなんかダルビッシュさんがずっとちょっと調子がなんか、うん、なんかもう一つ ね、はい、な感じがあったから、えみたいな、うん、俺も焦って韓国通の中村さんに LINE したんですよ、うん、3点取られたんですけど、一番堂々としてました。追われる韓国は弱いです一番自信持って言ってくれる私この日現地だったんですよ、はい、チケットを持ってて行ってたんで、うん、もうハラハラしてました。ですよね。俺もあれで行ってたよ、あのあスタンドの解説になって行ってたよね。ああ行っちゃったよ。まあ独特やからね日韓戦は、うん、最近薄いのかなっていう感じがする、向こうが。うーん、あとなんかもうあんま負ける感じがなくないですか、うん、韓国にも今は ね、 ね、今は昔なんかボール近く行ったらガッて膝出したり肘出したりしてもなんとか塁でよみたいな、もうガンガン振ってたしね、ほんで、はい、もっと怖かったよね、うん、
今向こうもちょっと Z 世代とかですかね、韓国とかで。あるんじゃない多分。だからその、うん、まあね、その政治的な部分を言ってもあれだけど、うん、そのまあ彼らはないって、俺らは同世代もないとは言うんだけど、要するに徴兵がなくなるから、うん、ああそうか、そう、世界大会で好成績を収めると徴兵がなくなるから、そのためにやってんだって言うけど、いやもう明らかにもうそれは日本にはみたいな、じゃないと旗立てないじゃん、うい、うん、だからそれぐらいのその闘争心みたいなすごいあったしたけど、今見ててもそこまでないもんね、見てて、うん、やってる方は分かんないけど、うん、難しかった点で言うと、うん、そのヌートバーとか、うん、まあ、吉田もそうだし、はい、大谷とかダルビッシュとかってちょっと好き放題使えるあれじゃなかったでしょ、試合にですか、そう、はい、うん、あの球団側と、これ各国、日本だけじゃなくて、各国メジャーの選手っていうのは球団との交渉があって、こんだけは立たせるよとか、打席を立たせるよとか、でいろんなそのあれがある中でやりくりしていかなあかんから、多分今回は特に難しかったと思う。ピッチャーの球数だけのあれじゃないから。ヌートバーが初戦で打ってくれたのでかかったよね。そうですね、はい、もしヌートバーがハマってたら大変なことになってたよね、はい、ヌートバーすげえなと思ったもんね、うん、スイッチの入れ方がすごいですね入り方。いやなんか最初来た時はすごいなんかニコニコしてて、正直ですよ、うん、まあ、外で大谷とヌートバーバッティング練習したのも見て、うんうん、これほん、まあ、変なのも俺は必要だったかもしれないですけど、メジャーリーガーなのかなと思ったんですよ、うん、最初。へ、それぐらい、まあ、うん、大谷がすごすぎたんですけど、うん、うん、と思ってると試合になったらすごいですね、やっぱ、まあ、ファイターだよね、はい、今年成績上がってるんですね、そして、うん、結局そうなんですよ、ね、やっぱりヌートバーも気にしてこう、まあ、少し見てましたけどやっぱり気持ち入ってヌートバーが超なんか勇気づいて、勇気づいてて俺らも外ついててしょうがないですけど、うん、嬉しかったよね、ヌートバー打つんだって本当知らなかったから、うん、今楽しそうに日本来たりしてる、ね、なんか CM ね、そうね、来年大丈夫ですかね、どうだろうなどうだろうな、やっぱり足の不調とかも、まあ、正直あったんですよね、予選の時に、まあ、それでも本人が絶対出るって言ってっていう、まあ、そこをメジャーのカージナルスとも多分連絡しなきゃいけない部分だと思うんですけど、うん、まあ、そういうのも含めて、まあ、栗山さんはいろいろ考えてましたけど、うん、まあ、本人がっていうのが最後優先されてっていうところもあったりしたので、すごいやっぱり気持ちは強い選手だなって。外国人スケートともたくさん見てきてるじゃないですか、はい、やっぱりヌートバーにはちょっとなんていうの、大和魂じゃないですけど、お母さんにやっぱ日本人のちょっと惜しい教育がある感じってありました？ありますね、やっぱりそのあと日本代表に入りたかったっていう、そういう気持ちもあったと思いますけど、まあ、そこは大きいね、はい、入りたかったっていうのがさ、そうですね、うん、予選ラウンドはどうなんですか、他にヒヤヒヤしたような。いやでもやっぱり、まあ、韓国の先制点取られた時は一番、まあ、ヒヤッとしましたけど、まあ、チェコもやっぱりさ、最初の先発のピッチャーなんで打てないんだろうってなるじゃないですかやっぱり、まあね、まあ、でも、まあ、あれが9回続くかって続かないので、あのピッチングで本当に抑えられるかって言ったら抑えられないと思いますけど、でもやっぱり韓国ですかね、まあ、とはまあもうちょっと格がね、もう全然やっぱり日本の方が上やったし、準々決勝がイタリアだったっていうのも少し気分的にね、ベネズエラとかっちだったらちょっと、ね、ちょっと嫌だもんね、やっぱりね。で、まあ、準決勝はそうですもんね、メキシコ、うん、これはこれはドキドキしたでしょメキシコっすか。メキシコ戦はドキドキどこじゃないですよまあ負ける寸前でしたもんね、はい、まあ、その前からですね、やっぱりあの前の夜僕は球場行かなかったですけど、まあ、その、ベネズエラとどっかやってたんですよ試合、うん、すっごい雰囲気でテレビ越しにも伝わるぐらい、うん、もうすごい、これが本当のもうなんかもういわゆる野球が盛んな国じゃないですか、うんうん、メジャーリーガーが本当出ててっていう、うん、まあ、そういう国と国との戦いなんだなっていう感じでグラウンド行ったっすけど、試合前の練習は正直そうでもなかったですけど、ゲーム前ベンチ入ったらもう球場の雰囲気は本当にすごかったです。ああそう、
応援とかないんですよ、日本みたいないんですけど、やっぱそのざわつき感とか、もうその時点でその隣とちょっと会話なかなか通じないみたいな、ちょっとそこに最初ビビりましたね。まあもうポイントとしてはね、まあ、最初佐々木朗希がね、はい、スリーラン打たれて、でまあズルズルといった時に、まあ正直俺はもうやばいなと思ったの、うんうん、もうまあ吉田正尚のねいやまさかっていうか、あれはまあちょっと知り合いと見てて、チェンジアップがスライダー投げたら多分、はい、うんうん、抑えれるけど、多分チェンジアップが得意そうやったから、チェンジアップ投げてちょっと間違えたらあるよっていう話をしてたの、つまり、真ん中から内寄りぐらいにチェンジアップパッと抜けちゃうとあるよって、って言ってたらホームラン、マジかよすげえみたいな俺言ったけどみたいな、知り合いをこっちもそうだったけど、おお宮本君すげえみたいなでもあれはもう技だよね、普通のバッターが打ったらファウルやから、死んでったらあれはフェアゾーンに持っていって柵こそっていうのがもうまさに吉田正尚で、でもこのホームランで村上が残ったでしょ、あれもし吉田正尚がつながってたら、あれ山川でしょ、ね、山川だったでしょ代打だから、あもうさすがに俺見てて、そういう話もする前に山川もベンチでヘルメットかぶってやってたから、はいはい、あこれ村上代打だと思って、まあ、しょうがねえかって思ってたらホームラン打ったから、じゃあもう一回行けって感じになったわけでしょ、なくなったんですよ。だここにやつの運があるよね、名誉挽回のさ、これ見て、これホームラン以外もですからね、これ見て三三振でもうちょい行け言われたら、お前三塁フライってほんで最後打つんやもん、はい、まあでも最後のあれですよね、あのこれね、本当ですね、これ3対3の同点があって、で勝ち越されるじゃないですか、すぐ、はい、であれが山本由伸で勝ち越されたでしょ、はい、嫌だったでしょ、雰囲気は行けるっていうのは、まあ、まあ大丈夫みたいな感じ、ないですよね、あれへーみたいな、どちらかというと3点のままでこっち側が加点していって勝つイメージになるわけでしょ、あ、ね、はい、あの雰囲気的にもそうですよ、流れ的にもそうです、山本由伸が点取られてるから、はいはい、で結果的に吉田正尚がアウトでしたっていうね、そうなんですよ、 あれでも向こうはあの何でしたっけ、このあれじゃないですか、リクエスト、ね、うん、やられないかなってちょっと思ってて、やってもいいじゃないですか、完全ではないですよね、ちょっとそれって言って、まあ、ね、はい、れてるからね、でもなんか流れ的にさーっと終わってくれたんで、 あれはでかかったね、あれでかかったっすね、本当にでかかったっすね、で最後ですよね、最後こういろいろね、白石自身も話しながら、もう牧原の顔色がなくなったというねいやそれはなくなるねっていう話、あれどうですか、誰ちょっと番頭ねって宮本さん言われたとしても、いやですよ代打バント、宮本さんだったらできるんじゃないかなと思うんですけど、嫌っすか代打バント。俺は実際に第1回の時にね、はい、松中がツーベースって、うん、で次田村だったの、はい、で俺うーんまあでも王さんやから、うん、多分俺でバントっていうことないなって決めちゃったんだよね、うん、で実際に田村がやるんだけど、田村が行くんだけど、ベンちゃんがさ、何やってんすか、おお、まあ、先輩バンド代打バンドでしょって言うから、もう言うな準備してないから準備してないから、もう言うな言うなみたいになって、ここは絶対もう1点取らなあかんねん、ゼロゼロで言って7回よっていう気持ちが分かってるからそれある時にまあ普通に考えて、まず大谷がね初球からいけるっていうところがまずすごい、うん、であの時に、まあ、もう今報道いっぱい出てるけど、バット短く持ってヒット打ちに行くと、ホームランじゃなくてね、吉田正尚のフォアボールか、で村上ですよ、ここのところでほんまやったら、もうほんまっていうか、これもう賛否両論で、はい、もちろん牧原が行ってバントっていう選択しても全然
間違いではないし、はい、よくでもその本当牧原さんの唇白かったみたいな話、白くはないですけどあ忘れられない、マジ勘弁みたいな顔っすよね、もう無理ですって言ってましたからね本当に、あその本気じゃないですよ、その僕らのそのなんていうか、うん、あるじゃないですか、選手とその、いや無理っすよみたいな、うん、そういう感じでは、うん、無理だよ、いや無理っすって、僕行きますってやつはなかなかいないと思います、あそこ、あれでなんか代打バントの難しさをより伝えてくれました、一般の人にもやる人で、この前 の、 あの井端さんの時も代打であの西武のキャッチャーの方やられた時も、はい、大変だなだ源田がね、あの本当にカチカチになってあんなスリーバントで成功しましたけど、その前にそんな状況なんで、代打であそこで行ってバントやってくれって、まあ作戦としてはやっぱ僕は準備しなきゃいけない立場なんで、まあまあまあ、ね、シュートはすごいワクワクしましたよ、やっぱダイソーってなった時はあいつはやっぱ自分のもあれじゃないですか、もう輝ける場所じゃないですか、うん、そのすごい対照的だったって二人で一緒にいたんで槙原はもうなあみたいな感じでグラブつけ始めて、バッティングロー、パンと一番前のって誰だったんですか、今回の侍とかだと。やっぱ中村じゃないですか、ヤクルト中村悠平とか上手だと思いますけど、でもその時も試合出てるんで、中村さん他のバントいやしなっていう、でもやっぱり牧原とかなりますよね、うん、中野もダイソーで出てますし、うんうん、でも俺は見ててね、はい、思ったのはあそこで代打送られへんかったんやから、うん、なんかあるんじゃねえかみたいな村上にはいはい、はい、だから俺はもうこんなん出してもうあかんかったらもう村上のせいで負けたんでええんちゃうって思う思ったの、うん、もう最後までも出たんやからもうお前責任持てみたいな、うん、だからみんなバントっていう話だったけど、俺が監督でも多分この展開で村上がこうやって回ってきたらもう出してた、うん、もう追い詰めて悪いけど、うん、お前が打てへんかったらもうお前のせいなみたいな、うん、三振してますからねこの人、だからそこの本当にそうじゃなかったら、まあこれ打ったから言えるって言ったらそれまでやけど、うん、あそこで代打なんねんって、絶対にもうダメなやつって、だからそれだけもう村上はもう中心にいたし、勝っても負けてももうお前の責任みたいなところの位置にいた選手やから、うん、まあ、これはこれでまあまあ物の見事打ったけどね、うん、また抑えもあれメジャーだけどな、全然あかんかったね、でしたね、あんまりでした、ね、ああこれ俺ね東京オリンピックのサヨナラ実際じゃないですか、そうそうそう、はい、要するに最後出てきた2点差で最後出てきたピッチャーが本当に大したことなかったんだよ、うん、そんなわけじゃないから俺は危ないと思ってたんやけど、うんうん、まあ、大谷がだいぶね、うん、あの最初の2塁打でガラッと変わったけど、うん、でやっぱりあのピッチャーも調子が良くなかったもんね、あんまりいいやったよね、そうですね、ベンチから見てるといけそうな雰囲気はありましたよね、